はい、ということで今回はゴーストルーム霊室、こちらのゲームをプレイしていきたいと思います。わー、おぞましい雰囲気出てるね。霊の質、霊が出てくるのかな。タイトルからしてやばい感じ出てんな。どうやら僕たちは霊媒師としてこのアパートの除霊に来たみたいなんだけど、一体どうなるんだろうな。早速プレイしてみよう。テッテラゴー。幽霊が怖いっていう君はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。わあ、なんだかすごい怪しい部屋だね。ちょっとなんかもやがかかってる感じするけども、火事になってるんじゃない。え、何か書いてあるよ。まだ霊現象は発生していません。準備ができたら玄関の机を調べてください。なるほど、今この部屋の異変が起こる前に覚えろってことだね。なるほどね。とりあえず近い扉はここ入ってみますか。わあ、綺麗なトイレだ。トイレットペーパー2つもあるじゃん。あ、ボトルも2つあるの覚えておいた方が良さそうだね。向きにも要注意だな。鏡があって、お手洗いがあって、ゴミ箱にこのスイッチとかもちょっと覚えておこうかな。他には何かないかな。お、窓怪しいですね。これめちゃくちゃ怪しいな。絶対幽霊出てくるでしょう。だけどまあ覚えやすかったね。そっちはお風呂とかかな。開けポッピン。おっと、バナー選手正解です。なんかリッチなお家だね。ここ絶対変わるよ。何か置かれそうだよね。しっかり覚えておかないとな。ドラム式洗濯機に、洗濯機の上の棚に一つカゴがあるんだね。綺麗な洗面台があって、ボトルがまた2つある。ちょっと乱雑気味。いや、綺麗に整頓されるのかもな。中は入れるのかな。どれどれ。うわ、お湯の色絶対変わるから。なんか昔ながらのタイルならこれ変わりそう。血まみれになるんじゃない。あー、なりそうだね。シャワーの位置が高くてタオルの位置は低め。排水口もなんか見てた方が良さそうだね。温度は40度に設定されてるな。それ44度とかになるのかな。乾燥室が並んでね。それでは続きまして、ここはキッチンかな。ほいね、小さめの冷蔵庫にケトルと電子レンジだね。本当にここお化け出るのかな。なんだかすごく綺麗。絶対何か出てくるね。出そうだね。なんでわざわざ開けてんだよ。そして最新のシステムキッチン。料理は多分しないんだろうね。綺麗すぎるからね。炊飯器もなかったし、まな板もないのだ。ここはでも特に変わったところはなさそうだね。ここちょっと見えにくいな。リビング、もやがかかってるな。なんか本があるぞ。そして飲みかけのコーヒー。取ってる位置が難しそう。あ、猫ちゃんの時計変わりそう。時間は1時39分ぐらいか。もうちょっとで草木も眠る牛蜜時だね。その頃にきっと何か起こるんだろうな。よし、この辺りもしっかり把握したぞ。棚があって、スタンドライトがあって。何か植物が植えてありますよと。棚の中にも茶色茶色白黒の収納があったね。それ順番変わりそうだよ。まーちゃん抜け目ねえな。異変探したくさんやってるからね。おしゃれなのか雑なのかわかんないけど、ちょっと斜めに置かれたソファーかカーペット、そして机。そしてレモンのアルバムかなこれ。鏡はちょっと怖いな。そして綺麗だな。鏡で見た世界の方が綺麗なんじゃない。だね。だけどこの鏡を使うことで何か異変を探したりもするのかもしれない。その可能性ある。右のポスター何。引きこもりで悪いか。部屋とマッチしてないな。でベッドがあって片付け忘れたマグカップがあるね。わあ、これも結構怪しいな。中身は入っていませんよと。めちゃくちゃ怖いポスター貼ってる ね。オンか、逃げられない、逃がさない、スチームで発売中。これはなんかのゲームの宣伝ってことかみたいだね。クローゼットも開けることができるみたいだな。ダンボールというか箱が3個だね。4個になるんじゃない。死になっちゃうんだね全部。これで全ての部屋は見たのかな。うわ、どんな変が来るか分かんないから、ちょっとどう準備していいか分かんないな。これどこまで見ていいかも分かんないよね。どうする、その左の靴箱の上に置いてある葉っぱの数が変わってたりしたら細かっ。だけど一生出られないな。とりあえず始めてみる。だね、そうだね。早速始めてみよう。よーし、見つけちゃうぞ。ろうそく？見つけたら火を灯すとかなのかな？かもしれないね。どっかメニューじゃないな。説明が書いてあるんじゃない？さっきの右の壁は？書いてあるね。何か書いてあるな。霊現象を見逃さないこと。霊現象を見つけたらお札を貼り、玄関のろうそくを灯すこと。なるほど。霊現象が発生していない場合は、お札を貼らずにろうそくを灯すこと。一度も間違えずに7つの霊現象を沈めること。お札ってどこにあるのだ？いや、ちょっとわかんないな。ろうそくはあるけど、貼れる
場所とかがあるんじゃない？なるほど、クリックとかでできるのかもしれないね。その可能性あるな。リビングとかに何か置いてあったら。おお、異変だ。貼れるぞ。貼れるぞ。早速。借りやすい。ろうそくに火を灯さなきゃ。うん。まあこれはチュートリアル的な感じなんじゃないのかな。ちょっと甘めなんだろうね。火を灯しますよ。ん？おお、ついたね。うん。ポルターガイストってことか。よし。この調子でどんどん見つけていくのだ。とりあえず1個は大丈夫ってことが分かった。どこから行く？リビングを最初にするまいかい。そうだね、リビング見てみよう。特に変わった様子はない。時間は進んでるけど。本当だね。本当だね。でもずっと時計の針動いてるみたいだから、ずっと動いてるのかもしれないな。テレビ台の近くも特に変わった様子はなさそうだな。おしゃれな感じで置かれたソファー、机、異常なし。鏡はどうでしょうか。鏡は、あ、異常ないなぁ。あ、そう、貼るって出たぞ。貼れるけど、それはもう、あ、フェイク。そうだね、そうそうそう。あ、邪魔されないようにしないと。見てみよう。これなんか映ったりするのかな。外に誰かいたりするかもしれないね。わぁ、やめなさい。待って、なんか色おかしくない？おかしいね。これ絶対怪奇現象でしょ。起きてる。異変だ。封印。わかりやすくてよかった。ああ、色が変わった。余計に怖くなって、なんだかもうよくわかんないことになっちゃった。大丈夫、このお部屋。これエンディングのパターンだ。おー、いいぞ。明かりを灯しますよ。はい、お願いします。順調ですね。ついてるね。お化け出ないのかな？いや、絶対出るでしょ。除霊を頼んでるんだから。目に見えないだけで一応出てるっちゃ出てるもんね。ポルターガイストとか。確かに。トイレは綺麗。こういうトイレだったら全然怖くないね。やっぱりもうちょっと古びた感じじゃないと。だね、それに異変もなかったのだ。続いてお風呂場行ってみますか。うん、お風呂何かありそうだよ。怖いな。綺麗。変わりないね。うん。生活感があんまりないんだよな。うん。本当に誰か住んでるのかな。モデルルームみたい。え、何？あ、気のせいだった。なんか電源ついたのかと思っちゃった。グラフィック的なね。しかもめちゃくちゃ地味な異変だね。明かりついてた？ついてた。あ、ついてた。ナイス。6つの目があるとすごく頼りがいがあるな。だね、安心するのだ。これは楽勝なんじゃない？あ、でもなんかそれが出るってことは何か起きるのかな。なるほどね。分かりやすくて助かります。でもここには何もなさそうだね。うん。それでは最初に行くと決めていたはずのリビングルーム行きますか。なんだか暗いような感じがするな。気のせいかもしれない。気のせいな気がするな。まずはこの辺りから見て。異常ないかな。うん、ない気がするな。絵も変わってないし。それに普通のレベルにしたから異変がないこともあるからね。うん、あ、そうだね。注意されてたな。この並びも大丈夫。うん、変わってないね。お化けがいる様子もありません。鏡の中も大丈夫そうかな。大丈夫だね。今回はもしかして何もないのかな。ポスターも異常なさそうだし、ベッドも異常なさそうだし。あー、ベッド押した。なんかいる。これは悪霊退散だ。悪霊退散。怖え。危ないね。見逃すとこだったよ。ナチュラルにいたね。これ一つだけなのかな。一つなんじゃないのかな。何個もあったら難しいのだ。一応クローゼットの中も確認して。特に変わってはなさそうだね。なんかなったぞ。あ、やばそう。やばそうだね。うん、とにかく急いで火を灯せ。よしよし、いい感じだよ。よし、三つ目、火灯します。うん、あと四つか。楽勝じゃん。やっぱり三人いるからね。プロの霊媒師舐めるんじゃないよ。トイレは異常なし。お風呂場はどうですか。お風呂、なんか暗くない？なんか暗いな。気のせいか。え、気のせいじゃないかな。え、なんかカタカタ言ってるぞ。なんか音が言ってるよ。本当だ。どこ？回ってる？え、何？なんだ？時計の音かな。お風呂の中はどうかな。うん、ちょっと見てみよう。開けポッピン。わー、怖いな。ん？うん、異常なし。このカタカタ言ってるのはなんだ？何の音？リビングなのかな？うん、ぽいね。リビングの方ちょっと行ってみようか。あ、うわー！これなんだよ、これ。思ったより怖くなかったんだ。自動冷蔵庫じゃん。何がいるの？ドアが開けたり閉めたりしてたんだろうね。やっぱりすっからかんだったね。うん、少し軽く全体を見ておきまして、異常はなさそうだね。もしかして、お、鏡で見たらそこに誰かいたのかな。あ、そういうこと。なるほど、お札貼っちゃったね。剥がせるみたいだぞ。ちょっと剥がしてみよう。一旦剥がしてみて。動き始めるのかな。うん、ならない。ならないの？ならないの？いないね。もう一回ちょっと貼っておくか。うん、ね。もう一回貼って。一応貼っておいて、火を灯しちゃう。うわ、なんか起きたぞ。
何か起きたの？何何？あー！冷蔵庫が倒れちゃってる。結構パワーがある幽霊みたいだね。相当怒り狂ってんな。とりあえず早く灯すのだ。うん、あと3つか。いい調子だ。あーちょっとドキドキするな。わかりやすい異変ばっかりだから助かってるけど。だね、結構リビングとかこっちの方が多いみたいだな。うん、あれ？ポスターの顔なくなってない？え、ほんとだ、ほんとだ、すごい、バノー君、逃げられない、観察眼やべ、逃がさないって、もう逃がさないって言ってる人はいないもんね、うん、逃げてるのだ、わ、怖いな、振り向くの、わかってたのに、帰ってきてる、ポスターの中も確認して、帰ってきてない、帰っちゃった、え、大丈夫かな、めっちゃ汗だんだんちょっと怖くなってきたな、うんうん、次は一体何が起こるんだろう、火を灯します、はい、だけどあと2つだね、うん、楽勝楽勝、何も起こらない時はまだないな、うん、何かしら必ず起こってる、そうそう来るんじゃない、来るかな、窓、おー、大丈夫だね、大丈夫です、こっちはどうかな、怖いぞ、鏡とかも怖いぞ、暗くなってる気はするけど特に異変はないかな、お風呂場の中どうなってる、綺麗、綺麗なままだね、うん、特に変わりはありませんよ と、うん、なかなか変わらないね、お風呂とトイレは、うんうんうん、キッチンも異常なさそう、棚は大丈夫そうだね、な、うん、いね、何か覗いてる気配もありませんよと、あれ、なんか、なんか、え、あ、まずいパターンだ、これは。ユミダさん？そんな可愛いものか？よく、レイが着てる白いワンピースだよ、うん、あれは。どっちにしても、お札を貼らないといけないからね。はい。わ、怖いな。気をつけろ、気をつけろ。注意しろ。何？どうなってる？何にお札貼ったらいいんだよ、これ。結構安値の体勢してるけど、頭が、どうなってる？ない。いや、あ、首が折れてるんだ。これはお札貼ったら来るな。これ来るな。お札貼ってくるってよくわからないよ。うん、怖い怖い。おお、やばそう。え、おばあちゃん？顔見てみる？攻めの姿勢で。お札貼ってるから大丈夫じゃないかな。あ、見れないんだ。あ、そっちは見れないの。うん、あ、しまみれだ。あれ？あ、思ったより綺麗。だね。だね。あれ、美人さんじゃないですか。おばあちゃんとか言ってごめんね。何見てるこの人は。鏡かな。そうだよ。鏡とか見てみる？うん。うわ、怖いな。怖いな、これ。何にもいない。あ、引っかかってる。引っかかってるな。動くなよ、動くなよ。うん、動きそう。あ、でも映らないのかな、映らないみたいだね、幽霊だから、あ、映ってる、なんかそこで何やってんの、うん、どうする、行きますか、行きましょう、行きましょう、声動きそう、なんで、あ、しかもまだいるの、去らないタイプなんですか、あなた、うん、怖い、よし、急いで貼る、急いで貼る、貼るじゃない、急いで灯そう、よし、よし、うん、あと1個か、次最大に怖いの来ちゃうよ絶対、ね、かなり怖くなってきたな、うわー、一応、まずは、うん、だね、トイレから行こう、怖いな、異常なさそうだね、うんうん、続いてはお風呂場、お風呂何が起こるのかな、すごく暗い感じするけども、異常ないんじゃない、一応開けて中を確認してみよう、お水も普通だね、うん、特にはなさそうだな、よし、それじゃあ問題のリビングルームに行く前にキッチンをちょっと見ておきますか、うんうん、オッケーオッケー、何も変化はなさそうだね、うん、それでは続きまして、うわー、怪しいぞ、電気かな、え、でもどこに貼るの、あー、なるほど、電気じゃない、いや、これなんで急にこんな雰囲気だっ してきたの完全に異変じゃん、うん、上の電気に貼ればいいのかな、うん、貼れるの、貼れなさそうだよ、電気のスイッチなのかな、じゃあ、あ、なるほど、電気のスイッチがどっかにあるんじゃない、見えにくいよ、そしてこれか、違うね、違う、え、あれなんじゃない、え、でも赤いライトはさっきやったしな、え、おい、明るくなったぞ、え、どこに貼るの、え、でも違うよね、これは違うよね、うん、え、その上のやつは貼れるかな、あ、近づいたら、その真上か、いや、違うな、貼れないね、鏡じゃない、もしかして鏡？あ、そういうこと？なんか鏡に映ってるんじゃない？うわ、怖っ。怖え、これ。いないんかい。異常なし。でも鏡も変わったことないってことは、どうしたらいいか。電気だよね。電気。異常はあるけど。ブレーカーとかあるのかな？貼れなさそう。ブレーカーあるかもしれない。そしたらお風呂場かキッチンかそのあたりかな。うん。なさそう。ないな。お風呂場はどうだろう。ないね。ないね。もしかして他に何か異変があるのかな。その電気に関係する何かってこと？そうそう。それか謎解き？近くにあるとか、うん、なんか近づいたらほら赤くなるから。壁とか？その右上のなんかリビングとキッチンの境目の壁？ここに？
違うかな。もしかしたら逆に床に何か出てるとか。床に。あ、なるほど。さっきの手みたいに。なるほど。ちょっとしっかりと目を凝らしていこう。見えにくいな。ないね。あ、もしかしてベランダに誰かいるとか。あるよ。あるね。いないね。ないね。いないな。どうしたらいいのだ。何が異変ではあるんだけども、うん、完全なる異変だよね。あ、でもここに行くと、あ、うん、移動すると赤くなる。真ん中ら辺に行くとなるんだよね。そのゴミ箱は？待って待って、これ。え、何？見てよ。血がついてる。本当だ。難しい。わかりにくいね。赤いせわざと分からなくしてるんだ。あれあれ、なんて秀逸なカモフラージュなんだ。封印貼ります。よし、うわ。大丈夫かな。うわ、怖いよ。やばいよ。お腹痛い。おにゃー。あ、なんか泣いてる。赤ちゃんが、赤ちゃんが。この人もメモリーズが。何？小さな頃の思い出が蘇ってきたんじゃない？そんな素敵な話だったの？違うかな。これでいいのかな？ぽいね。赤い明かりもつかなくなったっぽいし。残念。とりあえず火を灯しに行ってみよう、うんうん、それでは最後の火灯します。ふぅ、除霊終了なんじゃない。この最後の1個のろうそくは大丈夫かな、うんうん、お、机で閉じ込められて出られなかったけど、これで外に出ることができるみたいだな。みたいだね。出る？出ようか。こんな怖いところ、おお、探検するね、うん、来るぞ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 。来ないね。ないね。空気が少し澄んだみたいだな、うんうん、こんな怖い部屋から早く出るのだ。うー、脱出。どうやら異変はまだまだたくさんあったみたいだな。本当だね。あと7個半分くらいしか見てないのか。ってことは完全に除霊できてないということですね、うん、それなら3人いるんだし、もう一回あの部屋に入りますか。そうだね。次は簡単で言ったら全部出てくるんじゃない。わ、始めてみますか。始めてみましょう。ちょっとドキドキしちゃうな。ろうそくを並べてスタートです。どんな異変が出てくるのか楽しみだね。お風呂とトイレはまだ一回も出てないもんね。確かにな。絶対出るよ、今から何か。え、ガスの温度が40度になってる。変わってないよ。変わらないかい。中途半端なツッコミしてるよ。44度外れちゃった。だけど特に変わったところはやっぱりないのかな、うん、必ずあるって書いてあったけども、うん、どこだろう。トイレなのかな。実は今から異変が起こるのは、あ、クローズ、あ、うん、あれ、あれ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 、めちゃくちゃ怖いことになってるね。どんな角度で投げたら操作されるのよ。壁にガンって当たるんじゃないの。その角度こっち側からやってるよな。どこからやったの。すごいね。不意だ。まあでもちょっと怖くない異変だったからよかった ね、やっぱりだんだん怖くなってくるのかな、うんうんうん、よしよし、この調子で続けていくぞ。あれ、火が灯せない。ええ、ギリギリで出すのやめなさいよ。怖かった、ちょっと怖かったね。すごい音だったもんね。何あの怖い絵は。それじゃあ2本目いきますか。ちょっと調子に乗っちゃったよね。今の何、今の異変じゃなくて重たくてくるっと回っちゃった。トイレは異常なし。トイレットペーパーも2つある。 OK。 トイレに異変起きないのかな。あれ、新入社じゃないの。ヒヤッとしちゃったよ。え、生きてる。生きてるんじゃない。それか向いてくれる。あ、向いてこない。うわ、だ、大丈夫。いいよ。怖いね。いや、人でしょ。いや、これは人なんじゃないか、うん、あー、絶対動くよ。だって張った後に起きちゃうもん。何か微動だにしないじゃん。これもしかしてたまに街とかで見るパフォーマーなんじゃない。お金入れたら動くみたいな。動かないでほしいんですけども。あ、でも大丈夫そのままいけるな。異常なし。あー、よかったよかった。異常あったか。それでは続いて3本目いってみますか。もうドアを開けるのもちょっと怖いな。うん、トイレは異常なし。なかなかトイレ来ないな、うん、わあ、お風呂。あれ、地蔵のトイレ。なんで洗わなかったの。っていうかすごい量の血なのだ。むしろそこを拭き取ったんじゃない。なるほど。あ、なんかが増えてる。ということはもしかしてさっきのお風呂の中も。え、続いてるよ。でもお風呂の中は大丈夫か。大丈夫だね。特にないけども。リビングに何かあるかもしれないよ。あ、やばそう。うわ、おー、にじゃん。ほんとだ。
リアル板金の顔になっちゃった。それもある。何してんの？そいつには、お札は貼れないですよと。貼れないみたいだね。うん。ということは特にはなさそうだね。血が出すぎて真っ青になったってことなのかな。なるほど。なるほどね、うん。それは間違いなさそうだ。よし、火をつけよう。ちょっと怖くなってきた。急に人の異変が多いな。増えてきたね。それではあと4つ。4歩目。トイレは以上だし。続けて、お風呂場。ないね。なさそう。お風呂の水は特に。来ましたー。かだねー。何か起きる。あー、増えてる。どこからもう振り向くのちょっと怖いよね。溢れ出してきたもんね。いきなりね。あー、やばそうだー。え、何か書いてある？書いてあるの。なんて書いてあるの？これは血って書いてある。なんで読めるの？違うかな。なんだろうね、うん。何かの地図にも見えるけど、わかんないな。オーストラリアかな。読めないな、これは。ちょっと注意しながら戻ろう。あ、怖い。よし、異常なし、うん。大丈夫そうだね。あ、あ、何もなかったね。ドキドキするから。特にはなさそうだね。このもやのせいでちょっと人っぽく見える時あるよね。よし、火をつけるぞ。ふぅ。残り3つか。あー、血が多いね、ちょっと。楽勝じゃないの、これ。来るよ、ここからが怖いんだよ。うん、さあ、どうですか？トイレは以上なし。なしだね。うん。ないのかな？これ最後ら辺に来そうじゃない？うん。特大に怖いの来るんだよ、絶対。お風呂も以上なさそう。お風呂もないかもしれないね。うんうんうん。それならキッチンかな。絶対棚だよ、棚。棚怪しいよね。来ないな。来ないね。やばい、もったいぶってんな。あれ？あ、違うな。影が人に見えちゃうな。でも、特にリビングも何も。え？あ、なんか映ってる。近づいたら絶対やばいやつだよ。これさっきの人じゃん。だね。元々の主なのかな。すごいね。あー、怖い。ふい！あ、世界が変わった。え、鏡の中に行っちゃってない？私たち。え、動けるのこれ。動けるけど、多分振り向いたらいるんじゃない？あ、いそう。わ、怖い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 。待って、うわぁ、闇深すぎて深淵。いや、でも後ろにはいないんだよ。異常なしだね。あ、本当ちょっと 見ながら下がる。うん、うん。怖いな、怖いな。来るぞ。うわぁ。ヒーん、あ、なんか、え、ね、あ、来るぞ。ライブ、ライブ始まるよ。アリーナーわぁタイミング良すぎでしょ。かっこいい演出だったね。それで表に出てきていたのか。ステージの舞台裏みたいだったね。ふぃん、鏡の世界に帰ってくれたかな。それでは残り2本開けてみますよと。ないね。トイレは異常なし。それではお風呂場行ってみよう。お風呂場も今のところは異常なさそう。うん、なさそうだね、うんうん、よし、問題のキッチンとリビングだね。キッチンのリビングか。戸棚はどうなってる？これもうフェイクなんじゃないの？フェイクかもしれないね。あれ、なんか今電子レンジの横に何かなかった？え？あ、違う、取っ手だ。取っ手が。細か細か。色が黒だったからさ。何か出てきてるのかと思っちゃったよ。なるほどね、うん。すごい、しっかり見てくれてるな。何の音？あ、テレビだ。テレビがついた。怪しい。リモコンできる？うわー、貼った瞬間に何か出てきそう。出てきそう。後ろかな？後ろか。うん、どこか？異常なさそう。え？本当に？あれ？ハメーターあるのか？絶対来るって。え、来ないね。ないね。来ない時もあるんだ。うんうん。よしよし。あ、怖いな、でも。急に来そう。こっちでもあるからね。あれ、灯せる、灯せる。あら、ないんだ。うん。なんかちょっと来なさいよ。次、最後ってこと？あ、ね、ラストの品だよ。トイレだよ。ないんかい。ないね。トイレないの？トイレはなさそう。なんで作った？それはオイラたちを騙すためなんじゃない？時間をね、かけてゆっくり見させるためかな、うん、お風呂場も特にはなさそうだな、うん、だね。綺麗なままを保ってる、うん、それならキッチンかな。ないね。あれ、これフェイクだったんだ。ベッドとか、あ、ベランダだよ、絶対、うん、クローゼットじゃない。あ、確かにありそう。忘れてた、うん、うわー、クローゼットって言われたら開けるのめちゃくちゃ怖いな、まあ、鏡も何もないし、うん、ポスターはやったもんな、うん、クローゼットだ。開けるよ。うわー、怖っ。開け、ポッピン。あー、気まずい。しかもさっきの子じゃん。うん。え、どうなる？これ貼って。いた。口
違えちゃった気まずいじゃないの、気まずかった。もしかしたらあれなのかな、この霊室にはお風呂場で何か事件があって、男の子と女の子の身に何かがあったんじゃない。それでこの中にいたのがお母さんということ。うん、あ、そうだよ。いや、その推測当たってるかもしれないな。なるほど、じゃあここは霊室っていうか事故物件ってことだったんだねだね、ただのね、このままつけることができそうだ。みんな成仏してくれますように。してくれたいね。お、これは除霊できたんじゃないでしょうか。完璧なら除霊みたいじゃない。よし、それじゃあ出るぞ。おー、これはきっとここに残された怨念たちもありがとうって言ってるよ。はい、ということでなんとか無事に全ての霊を除霊することができました。イエーイ。怖かったけど除霊できてよかったね。だけどもう事故物件の除霊はさすがにしたくないのだ。幽霊に失礼しないように早く帰るとしますか。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。 Twitter と Instagram も